次はショルダープレスを行います。肩のトレーニングですね。まずこの肩の位置までダンベルをしっかり引き下げた状態から自分の頭の上まで上げます。肘軽く曲がった状態までで構いません。肩までしっかり落として上げるっていうのがポイントですね。両手でやると両方ともこの肩にダンベルが当たるところまで下ろして上まで上げます。これ真上じゃなくて若干こう三角を描くように上げていきます。腰があまり反りすぎないようにしましょう。こういう風になってしまうと腰に負担がかかりますので、これもまっすぐ姿勢を保ったまましっかりと肩まで戻してプレス。